時間がなくて短時間で確実に利益を出していきたい人必見の仕様です。はい、どうも投資塾の陽介です。今回は勝率 71.5% から 93.8% まで利益をアップ、1日170回以上エントリー可能なトレンド順張り仕様を紹介します。この仕様は実は過去に僕が頻繁に使った仕様なんですが、今その仕様を数値とか変えずに試したら勝率が 71.5% だったんですね。本来単発エントリーの場合は 54% 以上の勝率があれば稼げると言われていたんですが、個人的には 71.5% って結構低いなって思っていて、その賞に少し手を加えてみたら勝率が 93.8% までに上がったんです。しかし今回は何といってもレンジ狙いの王道順張り賞で、トレンドに乗っかるだけの順張り仕様になるので、あれこれどっちにかけるんだろうといった形でエントリーポイントが分からなくなってしまうことがなく、初心者さんでも即利益を出せます。では早速そんな仕様の解説に入る前に、まずは僕の LINE の登録をしてください。僕の LINE は一人ずつ丁寧に返しているので、他の方には聞けないようなことにもしっかりと詳しく丁寧に教えることができるので、今分からないことがある人や今後投資で稼いでいきたい、こういった気持ちが強いっていう方はぜひ登録をしてください。はい、それではまずインジケーターの設定方法から解説をしていきます。今回使っていくインジケーターは ADX のプラス DI 線とマイナス DI 線、そして移動平均線を1本だけ使っていきます。では早速 ADX から挿入していきます。まずこちらの挿入インジケーターで、こちらのトレンドの中にありますこちらですね、アベレージディレクショナルムーブメントインデックス、ちょっと長いんですけども、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が出てきます。まずこちらのパラメータのところでこちらの期間を8と入れてください。で、適用価格はクローズですね。で、こちらのスタイルに関してはノーンと変更しておいてください。先ほどもね少しお話ししたんですけど、今回メイン線は使いません。なのでこのようにノーンと設定しておいてください。で、次に色の設定のところで今回プラス DI とマイナス DI 線のみ使っていきます。で、今回プラス DI 線を赤色、マイナス DI 線を青色で設定しています。結構ねややこしくなることもあるので、ロウソク足の色と合わせていただくと分かりやすいです。こちらで準備整いましたら OK ボタンを押してください。ちなみにレベル表示は空欄にしておいてください。で、今入れてもらった ADX なんですが、 ADX は平均方向性指数ともいってテクニカル分析の一つです。主に潜在的なトレンドの強さを測る手段として使用されることが多いんです。メイン線は今のトレンドの強さを表し、プラス DI 線は買いの勢力の強さ、マイナス DI 線は売りの勢力の強さという形で数値が変動していきます。一般的に強いトレンドの方向に従って取引をすることが多く、逆にトレンドが発生していない場面もこのチャート一つで判断することが可能になっています。では次に移動平均線を挿入していきます。こちらのナビゲーター、このトレンドの中にありますこちらのムービングアベリージ選択していただいて、ドラッグ&ドロップでこの中に持ってってください。そうするとこのような設定画面が出てきます。まずパラメータのところでこちらの期間を60で設定してください。で、移動平均の種別はエクスポネンシャルで、ここちょっと注目してもらいたいんですけど、適用価格こちらを普段だとクローズとかになってると思うんですが、一番下にありますファーストインジケーターゼータ、こちらで設定してください。逆にこれ以外の設定ですとこの中に入らないようになっているので、こちらのファーストインジケーターズデータ、こちら以外の例えばじゃあクローズとかの設定ですとこのメインチャートに表示されてしまいますので、しっかりとファーストインジケーターズデータこちらで設定して OK ボタンを押してください。そうするとこのように表示されます。で、移動平均線っていうのは代表的なテクニカルチャートの一つで、価格の傾向や流れなど相場の方向性を見る手がかりとなります。一般的に現状の株価や為替などの価格を表すローソク足と組み合わせて売買のタイミングを測るときに使われることが多いです。本来は移動平均線同士のクロスや移動平均線が同じ方向に向かって伸び進んでいくパーフェクトオーダーなので、トレンドや今の相場の傾向などを判断していくことが多いインジケーターです。はい、では今回使うインジケーターを挿入していただくと、こんな感じですね。それでは早速今回の章の解説の方に入っていこうと思うんですが、今回の章は本当にシンプルなので一回見ていただくだけで理解していただけるかなと思いますので、必ず聞き逃さないようにしてください。で、サブチャートの方に移動平均線が挿入されていると思うんですが、これに対して赤のプラス DI 線が下から上に突き抜けたタイミングの次の足でハイエントリーをしてください。そうしましたら次の足で陽線ついてますのでしっかりと勝つことができています。これめちゃくちゃ簡単じゃないですか。なんといっても条件はこれだけです。で、ローエントリーのポイントも本当に簡単なので、簡単にねご理解していただけると思います。ではハイエントリー同様、こちらのサブウィンドウ見ていただいて、移動平均線がこちらね
あるかと思うんですが、こちらの移動平均線を青色のこちらのマイナス DI 線が下から上に突き抜けたポイントの次の足でローエントリーをかけてください。そうするとこのように陰線形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でこちらもローエントリーのポイントになるんですが、次の足見ていただくと陽線が形成されています。つまりね、負けてしまっているポイントです。ですがすぐ隣こちら見ていただいて、まずこの移動平均線に対してこの赤色の線ですね、このプラス DI 線が下から上に突き抜けたポイントが基準となります。ここですとまだクロスがしてないポイントで、ちょうどこのローソク足でクロス、まあ、突き抜けてるのが確認できましたので、こちらの単線の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。そしたらね、もう少し見ていこうと思います。続いてはこちらですね。まず移動平均線に対してこの青色の線マイナス DI 線が下から上に突き抜けています。つまりローエントリーのポイントですね。でちょうどクロスしたのがこちらのローソク足になりますので、こちらの縦線の次の足に対してローエントリーをかけていってください。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でここもそうです。同様にまず移動平均線見ていただいて、こちらの線に対して青色の線が下から上に突き抜けてますよね。マイナス DI 線が下から上に突き抜けてるのが確認できますので、こちらの縦線の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でこれ今見ていただいても分かる通り、めちゃくちゃエントリーポイントがあるのが分かりますよね。今回の手は ADX で買い取りの強さを見て、移動平均線の推移している上に来たタイミングにエントリーをすることで、買いと売りの勢力が一定の強さになったっていうところでエントリーをしていく仕様となります。ではもう少しだけねエントリーポイントを紹介していくんですが、今これ AUD/USD でチャートを見ていただいたんですが、他の通貨でもどのくらいのエントリーポイントがあるかっていうのをちょっと確認していきたいと思います。まあ、ざっくり言うとこんな感じ。まあ、これだけ見てもねかなりエントリーポイントが多いのが分かると思うんですが、まあ、さらにねちょっとポイント、まあ、拡大して見ていきたいと思います。はい、したらこちらからねまず見ていこうと思うんですが、こちらはハイエントリーのポイントです。こちらの移動平均線に対してプラス DI 線が下から上に突き抜けてますね。まあ、これだけ見るとちょうど重なってるように見えるんですが、しっかりとクロスしてるのが分かると思います。なのでこちらが条件を満たしているポイントになりますので、こちらの縦線の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でここもそうですね、ここもエントリーポイントです。こちらの移動平均線に対してマイナス DI 線が下から上に突き抜けてる、まあ、つまりクロスしてるのが確認できます。なのでこちらの縦線の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。はい、ということでここまでねエントリーポイントをいくつか紹介してきたんですけども、実はこれ旧式のエントリー方法なんですよ。動画の冒頭でこの手は過去に僕が頻繁に使っていた手法って言ってたのを覚えてますか？ここまで紹介したんですが、これ勝率を上げる前のエントリー方法で、結構これだけでもねしっかりとした勝率を上げることができるんです。まあ、だからこそね今回紹介していくんですけども、こちらのポイントを付け加えていただくだけでかなり勝率としては上がってきます。まあ、もちろんエントリーポイントも減るんですが、しっかりと勝率重視でエントリーしていきたいという方は合わせて実践していただければと思います。そして今回の手法は5分順張りの手法になります。順張りって言ったら、まあ、トレンドの方向性をねしっかりと確認していくのがとても大事になってきます。まあ、今回はこちらの ADX と移動平均線だけだと、今売りか買いかどっちの方向に勢いがあるのか、こういったところを加味してエントリーしているので、例えば上昇トレンド中にローエントリーをすることもありますし、逆にね下降トレンド中にもハイエントリーをすることもあります。でもやっぱり順張りってなってくると、上昇トレンド中にハイエントリー、下落トレンド中にローエントリーをしていった方が、まあ、効率としてはね僕はいいと思ってるので、そんな中でトレンドを見極めるということで移動平均線ですね、移動平均線のパーフェクトオーダーを見てエントリーしていただきたいと思います。そしてそんな移動平均線の設定数値になるんですが、まあ、今回ね動画を最後まで見てくださった方限定とさせていただきます。はい、ではこちらでエントリーをしていきます。まあ、条件としましては先ほどの条件を少し足していくんですけども、まずこの移動平均線に対して ADX のマイナス DI 線、こちらが下から上に突き抜けたポイントが基準となります。そしてそこにさらに追加していただく条件がこちらの移動平均線です。この移動平均線3本が下降のパーフェクトオーダーを形成していることを確認してください。この2つの条件を確認できましたら、次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。
こちらもそうです。まずこのサブチャート見ていただいて、こちらの移動平均線に対してマイナス DI 線が下から上に突き抜けてますよね。なのでこちらを基準にメインチャート見ていただくと、下降のパーフェクトオーダーが形成されています。長期中期短期と綺麗に並んでいる下降のパーフェクトオーダーが形成されていることを確認してください。以上の2つの条件を確認できましたら、次なしでローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。続いてはこちらですね。こちらはハイエントリーのポイント。まずこのサブチャート見ていただいて、こちらの基準となる移動平均線に対してプラス DI 線が下から上に突き抜けてます。なのでここを基準にメインチャート見ていただくと、上昇のパーフェクトオーダーが形成されているのが分かると思います。このように短期線、中期線、長期線と上から順に綺麗に並んでいることを上昇のパーフェクトオーダーって言うんですけども、こちらが形成されていることは確認してください。以上の2つの条件を確認できましたら、次なしでハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。したらここでラストにしましょうか。まずこのサブチャートで移動平均線に対して ADX のプラス DI 線が下から上に突き抜けてます。なのでここを基準にメインチャートを見ていただいて、上昇のパーフェクトオーダーを形成していることを確認してください。まあ、これらの条件を確認できましたら、次なしでハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。はい、したらどうです？まあ、もちろんね、休軸だけでも十分に勝率はあるんですが、まあ、せっかくなんで移動平均線を入れた状態で使っていただきたいです。なので勝率を上げるための移動平均線の設定数値の受け取り方法を今からお伝えしますので、必ず受け取ってください。まず僕のチャンネル登録をしてもらうっていうのと、この動画に高評価を押すことです。それができたら、この2つがやってあることがわかるスクリーンショット、こちらを LINE にて送ってきてください。そして LINE にメッセージで王道爆益しようとメッセージを送ってください。 LINE の登録は今表示中の QR コードか概要欄の URL から飛べますので、登録をお願いします。で、今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録は必ず押してください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手法、どんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。